東京、名古屋、京都など新幹線の駅は主役のポジションにいます。一方、大阪の場合、ちょっと違いますね。おそらく皆さん、おい、なんで大阪だけ新大阪なんだよ。なんで大阪梅田じゃないんだよ。二度付け禁止なのか？とは思わないですね。まあ、どんな経緯があったのか、雑に見ていきましょう。それは、今から約80年前のことでした。当時は戦前の大日本帝国でしたが、政府は、とあるプロジェクトを考えていました。その内容について政府は、我が国の帝都東京から下関まで弾丸列車を通すぞと述べ、東京から山口県下関市まで弾丸列車を作る計画を立てていました。実現させれば、東京下関間は9時間で行き来する予定だったそうです。もちろん、大阪付近も通る予定でした。そして、第1弾のプロジェクトとして、まずは東京から大阪まで作ることを決めました。工事も、一部の部分ではスタートしました。ただ、場所について、こんな予定だったみたいです。下関延伸を考えて、東淀川駅を通すぞー。東淀川駅の近くを通す予定でした。実際、この辺りでは、土地もカートに入れていたみたいです。戦前は、田んぼが広がるエリアだったため、この点では、特にトラブルはなかった模様です。ですが、弾丸列車のプロジェクトは、戦争の影響でキャンセルになりました。戦後も復活することはなく、最終的に消滅となりました。さて、時代は1950年代後半へと移ります。この時代になると、国鉄の中でこんなストーリーが出てきました。東海道本線だけじゃ足りなくね。新幹線作るぞー。在来線の東海道本線の本数が上限に達していました。それ以上列車を増やすのが無理だった感じです。そこで、バイパスの役割を担う新線を作ることを考え始めました。いろいろ議論した結果、戦前の弾丸列車をアレンジし、今のような新幹線を作ることとなりました。そんな中、大阪市内の第一候補として、やっぱり大阪駅のある梅田地区がいいなと国鉄は述べていました。ベストなロケーションは梅田地区だったわけです。とはいえ、梅田地区にするのはレベルが高すぎでした。まず、こんな問題が出てきました。山陽方面延伸するのに不便じゃねー。山陽新幹線を追加した際、ルート的に遠回りになってしまいます。大阪市内北部には、淀川という川が流れています。ここを2回渡る必要があります。博多延伸を考えると合理的ではありませんでした。また、理由は他にもありました。それが場所の問題です。国鉄はこう述べました。大阪駅前スペースなくね？大阪駅の周辺にはスペースがありません。土地を買い取るにしても、いろいろと大変になるのが予想されました。とはいえ、この時点ではまだ希望がありました。第二志望としてこんな案も出てきました。じゃあ梅田貨物駅でよくね。大阪駅の北側にはかつて貨物列車の秘密基地みたいなものがありました。現在は移転して都会化が進んでいて、地下には何は筋線のホームもできています。新幹線を作ろうとしていた当時、ここも候補に上がりました。新幹線の駅を追加するアイディアがあったみたいです。ただ、こちらも却下されました。その理由について国鉄は、阪急とか私鉄行って無理そう。邪魔だからロケとか言えないよな。阪急梅田駅があり、新幹線の高架橋を追加するのが無理でした。地下化などの案も今ならありますが、当時は論外でした。東京オリンピックまでとの期限もあり、不可能だった感じです。5年くらいで作らないといけなかったのです。よって、弾丸列車の時のように、今度は東淀川駅の近くに目を向けました。しかし、こちらにも問題がありました。国鉄はこう述べました。駅前広場とかのスペースないな。これはちょっと無理だな。東淀川駅の近くに関し、戦前の時点で一部スペースは抑えていたみたいです。ただ、駅前広場などのスペースまでは入手していませんでした。よって、追加で、土地を地主様から買い取る必要が出てきました。とはいえ、戦前とはシチュエーションが変わっていました。具体的に、
こんな問題が出てきました。やべえ、すでに都会化されてるぞ。こりゃ大変だ。東淀川駅の近くは都会化が進んでいて、周辺は住宅街となっていました。よって新幹線の駅を作るのは非現実的でした。そんな中、次に目をつけたのが今の新大阪駅の場所でした。一体なぜここなのか、当時の国鉄はこう述べました。大きな車庫があるぞ、ここ使えばいいんじゃねー。宮原総社長という電車の車庫がありました。ここなら新幹線の駅を作るスペースがあり、オリンピックの納期に間に合う感じでした。土地を追加で入手する必要がなかったのです。大阪市内の中で一番楽に作れそうなロケーションでした。しかもメリットは他にもありました。東西方向には北方貨物線という貨物列車の線路があります。東海道と山陽方面を行き来する貨物列車は大阪駅を通らず、ここを通ります。そんな中、国鉄はこう述べました。山陽新幹線作るとき、ここ通せば簡単になるな。山陽方面へ新幹線を延伸させた際、貨物用線路の隣に作れそうでした。別の場所に追加で土地をカートに入れる必要がなく、後々のことを考えると楽だったみたいです。そんな事情により、新幹線の大阪の玄関口は新大阪駅となった感じです。さて、新幹線の新大阪駅ができる際、在来線にも駅が追加されました。 JR 京都線の新大阪駅はこの際にできたわけです。また大阪市もこう宣言しました。地下鉄を江坂まで延伸させるぞ。御堂筋線を江坂駅まで延伸させました。この際、途中駅として新大阪駅を作りました。そしてとある私鉄も新大阪駅への勢力拡大を狙っていました。それが近くを走る阪急電鉄です。阪急はこう意気込んでいました。重曹から新大阪まで新しい路線作るぞ。最近話題となっている新大阪連絡線を作る計画を立てていました。ただ実現には至らず、今へと至りますね。理由としてまずこう述べました。新大阪の近く何もないな。新大阪駅の近くは大幅に都会化される予定でした。ですが実際には住宅街がメインにとどまり、あくまでも新幹線に乗るための駅にとどまりました。阪急的にメリットが小さかったのです。さらにこんな問題も出てきました。土地が入手できません。阪急は複々線区間の役割も兼ねて、京都本線を新大阪経由で別途建設する予定でした。ですが土地がカートに入らないなどの大人の事情がありました。その上、地下鉄堺筋線直通などあり、無理して新線を作る必要性が薄れてきました。そうした結果、京都本線の新大阪経由は幻で終わりました。ゆえに新大阪駅直結の私鉄が実現しなかった感じです。ただ何は筋線のプロジェクトが登場すると、事態は一転しました。阪急は広報新転換しました。やっぱり新大阪連絡線作ります。関西空港へのアクセス線としての役割を担うことになるのが何は筋線。阪急にとっては大阪南部へ勢力を広げるチャンスでした。そうした結果、新大阪連絡線のプロジェクトを再開させた感じです。まあそんな新大阪駅のストーリーがあるわけですが、皆さんは何か感想ありますか？以上、大阪梅田が NG だった新幹線の駅についてでした。そしてお待たせしました。ウプ主のおっさん、例の大阪ルールに着目しました。とにかくこう言い残しました。大阪駅がいいからといって淀川を2回渡るのは不可。これが本当の二度付け禁止ってやつ。